平野仕様と連絡を取った中島健人との強い絆ジャニーズ退所の舞台裏、ジャニーズ事務所を退所した平野仕様についての興味深い情報が2023年の6月6日にウェブ版、女性自身で報じられました。記事によると平野は退所後、ジャニーズ事務所に関する暴露計画を検討していたといいます。 その計画についての詳細と驚くべき事実が明らかになっています。平野仕用の暴露計画。平野仕用はジャニーズ事務所を退除した後、YouTube での暴露計画を検討していたとされています。報道によれば、昨年末に平野の元に YouTube の出演オファーが届いたとのこと。平野はこのオファーを受け入れ、 退場に至った経緯やジャニーズについての内部情報を YouTube 動画で公開する予定だったそうです。しかし、退場日が近づくにつれ、これまでお世話になった人たちを考えるようになり、5月末以降に予定されていた YouTube 撮影を見送ったとのことです。この報道に対して、ジャニーズファンからは、平野くんが暴露計画に参加する姿なんて見たくない。 立ってくれてよかった、という安堵の声が相次ぎました。一方で、平野と関係の深い現役ジャニーズメンバーにも注目が集まっています。中島健人との強い絆。6月6日、セクシーゾーンへの中島健人が自身のインスタグラムで生配信を行い、ファンから寄せられた質問に答えました。その中で、潮君とは会ってますか という質問に、大し中島は会ってないです。ね。連絡は取ってるけどね、と答えたと報道されています。このコメントが、ファンにとって驚きと喜びの要因となりました。中島健人と平野潮は、2020年に放送されたテレビドラマ、末光警察ミッドナイトランナー、で W 主演を務め、多くのファンを魅了しました。 そのため、ネット上では、連絡取っているんだ。ケント氏用コンビ最高最高。ドラマの続編をやってほしい。といった歓喜の声が広がりました。また、一部では、ケンティーンが平野くんの YouTube 出演を止めてくれたなどの憶測も飛び交っています。強固な絆の背後にあるもの。 5月にジャニーズ事務所を退所した平野仕様ですが、現役のジャニーズメンバーとの強い絆は今もなお健在のようです。この強固な絆の背後には何があるのでしょうか絆の原因としての共演。中島健人と平野仕様の絆は、共演の機会から生まれたものと言えるでしょう。テレビドラマ、末光警察ミッドナイトランナーでは、二人が W 主演を務め、 その演技力や科学反応が多くのファンに称賛されました。共演はお互いの信頼を深め、優勝を育んだことでしょう。共通の経験。ジャニーズメンバーとしてのキャリアを共有することは、メンバー間の絆を強化する要因となります。平野と中島はジャニーズ事務所で同じ期にデビューし、同じ舞台で成長しました。この共通の経験が、 彼らの友情を深めたことでしょう。支え合う精神。ジャニーズ事務所は厳しい競争の舞台であり、メンバー同士は互いに切磋琢磨し、支え合うことが求められます。退場後も中島が平野と連絡を取り合っていることは、彼らが支え合う精神を持っていることの証と言えるでしょう。彼らの友情は、単なる仕事仲間以上のものである可能性が高いです。 平野市用のジャニーズ事務所退場後、彼と中島健との強い絆が注目されています。共演経験や共通の経験、そして支え合う精神が彼らの友情を育んだ要因であると言えるでしょう。ファンからの歓喜の声が上がる中、彼らの未来にも期待が高まっています。 ジャニーズ退場という新たなステップを踏み出した平野氏用と現役メンバーとして活躍する中島健とのこれからの展開に注目が集まります。